こんにちは、堀口教授です。今回は料理を作っていきたいと思います。なんとね、アメリカのマイアミに、今自分マイアミにいるんですけど、日本の和牛が売ってる店があって、そこでこんなめちゃめちゃうまそうな肉をゲットしたので、ちょっとこれを料理していきたいと思います。で、今2時間前ぐらいに冷蔵庫から出して、もう常温にして、もうめちゃめちゃ常温になってるんで、これを焼いて作っていきたいと思います。よし、それで今日使う食材がこれですね。これを使って、まあただ肉を焼いていくだけですけど、普通の肉と、これがじゃがいもで、これスーパーで売ってるバーベキューとかする用の詰め合わせになってるやつですね。めんどくさいんで、こういうのを買って料理していきます。で、あとトマトですね。自分あんまり料理最近全然してないんですけど、今日はせっかくいい肉が手に入ったので料理していきたいと思います。まず、じゃがいもを洗っていきます。もうね、じゃがいもをね、自分は洗剤つけてたわしでもうゴシゴシ洗っちゃいますまあそれが一番泥とかそういうのが落ちると思うので、いつも自分はそうしてます。よし、それじゃあ、じゃがいもとか切っていきましょう。じゃがいもって芽を取るんですよね、確か。芽ないけど、これ大丈夫。適当に切って、で、これを焼いてみます。いえい、めちゃめちゃうまそうな肉の解禁です。うまそう。ほら、これ見てください。めちゃうまそうでしょ。まあ、塩コショウ振るだけなんでね、肉は。塩を振っていきます。塩コショウ全体に振っていきましょう。うまそう。これ見てるだけでうまそうですね。でもう、フライパンを温めていきましょう。で、使わないじゃがいもをジップロックに入れて冷蔵庫に入れます。よし、そしたら、まあ、焼いていきましょう。よし、今、フライパンが温まったんで、まずは、じゃがいもからちょっと焼いていきたいと思います。まあ、結構いい感じで焼けてきたんで、まあ、ちょっと、まあ、見ても分かる通りにフライパンちっちゃいんで、こっちの肉と野菜多分一緒にいけないと思うんで、先に野菜とかを焼いちゃって、肉は肉だけで焼いていこうかなと思います。肉の油がどうのこうのとか多分あると思いますけど、自分のフライパン事情でそこはまあご了承ください。はい、よし、だいぶ火が通ってきたので、まあ他の野菜とかも、この野菜セット入れちゃいます。はい、一回じゃがいも裏返して入れちゃいます。このまま結構量多いな。
結構量が多かったんで半分ぐらいしておきます。めちゃめちゃいい匂い。これ何入ってる、なんだこれ。はい、今こんな感じですね、なんかまだそんなに美味しそうじゃないですね、はい、ちょっとこれに塩コショウを入れて味付けていきたいと思います。基本的に自分であんまりその塩コショウで味付けるのあんま好きじゃないんですけど、あのもっと濃い味とかの方が好きなので、でもまあ今日は肉の旨味をしっかり味わいたいので、まあ、塩コショウで味付けをしています。はい、じゃがいもだけ取っちゃいます。肉がめちゃめちゃでかいんで入るかな。よし、それでは肉を投入したいと思います。ほら見てください、これめちゃめちゃうまそうっすよ。うまそう。ちょっとでかいかな。肉を投入です。おうまそう。もう焼いてるだけで見てるだけで楽しめますね、こんなでかい肉だと。うまそう、うまそうです。よし、ちょっとこれでね焼けるまで待ちたいと思います。うまそう。やばいな、これ。ちょっとひっくり返します。ひっくり返します。うお、めっちゃいい匂い。うほほほ、めちゃいいよ。うまそうだな。よし、もうちょっと待ちたいと思います。で、まあ、この焼いてるうちにこうやって自分はもう片付けたりしちゃいます。自分食べてからあの片付けるのが嫌いで、まあ、極力皿を洗うだけにしたいんで。では肉を見てください。はい、うまそうです。自分焼き加減はミディアムぐらいがいいんですけど、まだまだ多分分厚いんで、多分レアぐらいなんで。もうちょいちょっとね、メンバー自分を YouTube に入れたじゃないですか。だから早くアメリカに呼んでアメリカの企画やりたいんですけど、ちょっと今コロナの状況がね難しいですよね。せっかくメンバー入れて、まあ、自分の家も買っていろいろ準備できてるのに、コロナのせいでなんか何もまあ、YouTube の企画とか取れなくてちょっとあれですね、悔しいですね。まあ、もうちょっと経てばコロナも落ち着くと思うんで、そしたら海外ならではの動画とかも上げていきたいと思うんで、まあ、これからも楽しみにしててください。はい、もうねこれ焼き加減
見るためにこう穴開けるじゃないですか。穴開けて肉汁が出てきたらどうのこうのって言うじゃないですか。これをこれで刺すときにめちゃめちゃ柔らかくてサクって言いますね。めちゃうまそう。マジで多分もういい感じっすね。はい、盛り付けていきます。うまそう。していきましょう。こんな感じですね。なんか映像だとあんま美味しそうに見えないですかね。めちゃめちゃうまそうなんですけどね。よし、ご飯も炊いてあるんでご飯をよそっていきます。よし、じゃあ食べていきます。いただきます。まずね、もう肉からいっちゃいます。やっぱりメインからね、自分は行きたいので。よいしょ。焼き加減はどうか。おお、めちゃめちゃうまそうな焼き加減。ミディアムぐらいですかね。めちゃめちゃレアかな。レアか。レアかな。まあ、ちょうどいい、自分にとってはちょうどいい焼き加減ですね。いただきます。うん、めちゃめちゃ柔らかい。結構厚い肉なんですけど、分厚い肉なんですけど、柔らかくてめちゃめちゃ口の中で溶けます。はい、最高っす。うんうん、うまい。そういう動画の内容で、まあ、これから楽しく全部いただきたいと思います。まあ、良かったと思ったらグッドボタン、悪かったと思ったらバッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。